久保さん、今回3にしましょうか。参加するの3。何に参加するのかってね、結構大事かなと思うんですよね。うん。まあ、この前福岡行ってきて、まあ、鷲津さんっていう方、僕の塾成さんなんですけど、 まあセミナーにね、僕も参加していただきまして、セミナーにもし参加してなかったら多分今の人生ないと思うんですけど、まあもちろんね、あの、他にもセミナー参加した人いると思うんですけど、ただ、参加してなかったら実際変わってないっていうところはあると思うんで、まあ、鷲津さんは変わりましたけど、他の人は変わってない。でも参加しなければ変わってないっていうところもあります。な久保さんもね、まあ参加したからだと思います。 久保さんも多分あの場に参加しなかったら、多分今ないと思うんですよ。うん。で、じゃあ参加したから、億万長者合宿に参加したら、はい、あの、絶対億万長者になれるんですかって言ってる人は、まあ難しいかもしれないですけど、ひとまず参加しなければ何も始まらないというか、うーん、なんか行ってみないと何も始まらないみたいな、そういうとこはありますよね。うん。だから従業員も雇ってみないとわか、わからないこともあるし、わかることもあるだろうし、 うん、まあ僕は従業員を雇って分かったことがありますし、うん、だからもう従業員雇わないですけど、うん、逆に言うと一人で起業して分かったこともあるし、うん、一人で起業して分かったことが楽だなってことですね。<laughs> 従業員雇うより楽だなっていう。自分の責任だけでいいんで。 圧倒的に楽ですね。だから、十、多分ね、これ一人で始めちゃうと、その、それを感じることはないかもしれないですけど、従業員を雇ってあだこうだあったっていうところが、経験があると、多分一人が楽、すげえ楽に感じるんですよ。でも、従業員を雇ったことがないと、一人が大変に思えるかも、大変か、大変って思うかもしれないですね。うん、いってらっしゃい。